スマホやネットの過度の利用が子どもの健康に与える影響を検討する県のプロジェクトチームが設置され、今日初めての会合が開かれました。兵庫県庁で開かれた初会合には、アドバイザーを務める眼科や精神科の医師らプロジェクトチームのメンバーが出席し、 冒頭斉藤知事がスマートフォンを安心安全で。健全に使える環境づくりを県としても進めていきたいと挨拶しました。デジタル学習とか、そういった教育面でもいい面はあるんですけど。そうではない、少しこう課題となる面が。特に子どもの視力の低下、姿勢がこう悪くなっている。さらには、あの高額の課金。 トラブルが発生しているということがあってやはり社会全体として兵庫県全体として理解を広めていくかというところが大事だと去年、県が実施したアンケートでは小中高生のインターネット依存傾向の割合は12%で2019年と比較すると小中学生で増加しコロナ禍による休校や部活動の休止の影響が考えられています こうした中、県は自然体験を通じてネットの使い方を見直すオフラインキャンプなどを実施していて、ネット依存対策などを進めています。今日の会議では、眼界から屋外での活動が禁止の発生を低減することなどが報告されました。斉藤知事は今後、若い世代へのヒアリングなども実施したいとしていて、 県は来年2月にガイドラインを策定する方針ですネットやゲームと上手に付き合っていきましょうということで兵庫県ではまずご家族で話し合ってルールを作っていきましょうと呼びかけていますこういった時間管理の紙であるとか兵庫県ではホームページをご覧になってくださいと呼びかけていますこういうのがあると分かりやすいですよねご覧になってみてください